みなさんこんにちは、ティーラボチャンネルタケヒトです。見えてる方いらっしゃいましたらね、ぜひともコメントの方よろしくお願いいたします。ちょっと音がやっぱうるさいというかところなので大変だと思いますが、聞こえたらコメントの方よろしくお願いします。聞こえるかな。聞こえてますかね。聞こえてますか。はい、もうすぐねレースが始まりますという感じです。今エンジン温めたりとかねしてますね。ちょっと音うるさい感じだと思いますが、見えてるかな皆さん。見えてればコメントお願いします。聞こえてますか。ちょっとね今日はいろいろ音がうるさいところにいますんで、私のコメントが必ず聞こえないかもしれませんが、まあ、見ていていただければなと思います。で今日はですね、私は、宮城県のスポーツランドスゴーですね、まあ、いわゆるスポーツサーキットというところに来ておりまして、友人のレースの応援に来ておりますので、そのレースの模様を、お届けしていこうかなと思っておりますので、まあ、お暇な方はねダラダラと見ていただければなと思います。まあ、もうすでに、ちょっとお見せしましょうか。エンジンかけてもうすぐスタートというところでございます。バイクとかをちょっと係の人が軽く見て問題ないかだけ確認して、その後いよいよ決勝レースということになります。決勝レースのスタートが15時半なので、まあ、そこに向けてね、おしゃべりしながらダラダラと過ごしていきつつ、まあ、決勝レーススターティンググリッドまで入りますので、お届けしてレースの模様で最後ね表彰台までお届けできればなと思っております。で今日は、このスゴーのレースなんですけど、 ST600 という、ST600 というクラスに友人が出ておりますが、2人でチャンピオン争いしてますんでね、勝った負けたで結構涙あり笑いありの楽しい生配信に最終的にはなるんじゃないかなと思っておりますの で、 お暇な方は最後まで見ていただけるとありがたいという感じでございます。もう本当に時間がちょっと時計が見えないな。みんな音聞こえてますかね。まあ、走ったらこんなもんじゃないくらい音でかくなっちゃうんで聞こえなくなっちゃうかもしれないですけど、もうすぐ15分かな。そうですね、いい天気で昨日雨降ってて走ってない子がいたりとかね、いろいろだったんですけど、そんな感じでございますね。で今日はもう本当だらだらこんな感じで過ごしていきます。電波があんま良くないかもしれないんでね、本当申し訳ないんですけど、ちょっと座ったりなんかしてよっこらさ、よいしょ。なんかねレースとか分かんない人もいっぱいいると思いますが、なんか質問とかあればどんどん書いていただければと思います。ちょっと全部コメント読めるわけじゃないんで、そしたら本当申し訳ないなと思うんですが、ラファエルさん、外でライブ配信とか通信制限とか大丈夫ですか。 YouTube の、ね、生放送ってだいたい1分10メガぐらいなんですよ。だから1時間やっても600メガぐらいなんで多分いけるだろうというふうに私は今回は踏んでやっております。もういよいよですね。今回ね私がまあ生放送してますけど、実際はその走る人たちが主人公みたいなもんなんで、そっちクローズアップしながらねやっていきたいと思います。で走る彼らは今年もう国際ライダーになるのは決まってますんで、来年は、まあ後でちょっとお話しますけど、大きいレースに出るのは決まっているという状況であります。なんですが、まあ、最後のレース最終戦でねいろいろ涙あり笑いありになると思います。ちょっと様子をお見せしましょうか。ピット側のこんな感じです。もう本当にあとは走るだけという状況ですんで、ゆっくり見てってください。まだちょっとレース始まってないんでね、始まったらまたうるさくなりますし、抜きつ抜かれつで盛り上がってくると思いますんで、レースが始まるのは15時半ぐらいですね。もう間もなくという感じです。この状態で聞こえるってすげえな、iPhone。 ちょっとね、皆さんのチャットが僕が見てなくて申し訳ない。と消えちゃうんだよな、これ。あ、来た来た。
たってことをゆっくり見てってください。このライブは iPhone8 でやってますか？そうですね、今これ iPhone8 でライブやってます。今エンジン温め終わったみたいですね。なんでちょっと静かになりましたけど、はい。えって僕がね喋ってるんで、今のところ話す声は普通に聞こえます。本当に今ライダーが来たんで、ちょっとじゃあインタビューでも撮りますか。ライブ配信中です。あ、本当ですか。頑張って。あ、また後でちょっとね、こんなんで全然いいんだよ。皆さんあったかいね、視聴者なんでのんびり見てくれると思います。後でまたちょっといろいろインタビューとかしていきたいなと思ってたんです。こっち山ちゃんいますけど、まあまだまったりですよ。もうちょい、あと10分ぐらいかな。こんな感じです。エンジン聞こえなかった。ただ一斉にこの後、まあ、20台近いバイクがエンジンかけますんで、でさっきと走るとやっぱりね、そんなにうるさくなって僕の声はほとんど聞こえない状態になってしまうかもしれませんが、その時はご了承くださいという感じで、こんな感じです。ちょっとじゃあ今エンジン止まったから、ピットの方に入ったら行こうかなと思います。よいしょ。隣のピットがね、もうあのレース終わって帰っちゃったんで、もうピット独占。こっちはこんな感じです。あれどこに住んだの、この人を見たことあるでしょ。はい、こんな感じでダラダラ過ごしております。でスポーツランドスゴーは、宮城県なんですけど、こんなとこですね。ちょっと外向きにしますね、カメラ。今ね、ちょうど前のレースの表彰式やってます。ここダンロップですすいませんいろいろね、あんま映りたくない人もいるんでちょっとあれなんですけど、ちょっと渡りましょうか。で、ここが、ホームストレートがね、特徴的なところで、ちょっとお見せしましょうか。あんまね、こういうとこ普通大きいレースは入れないんですけど、今回のレースは、まあ、あの我々のレースで、僕今回ピットクルー の, あのチケットもらえているんで、こういうとこ入れるんですけど、こんな感じです。ちょっとお見せしましょうか。すごいね、坂なんですよ。ここ向こうにダンロップって看板見えますかね。あの下、ね、坂になってるんですよ、ものすごく急坂。あそこはこうホームストレートで上がってくるという感じでございます。で、僕の今反対側、こっち側が1コーナーですね。こっち側で、この後、スタートする前にね、こうスターティンググリッドって言って、ここに並ぶところももちろん入れますんで、ここ並んで、まあ、スタート前の緊張感とかもね、ちょっとお届けできるんじゃないかなと思います。で、今、前のレースの表彰式やってますんで、これが終わるともう次は我々のね、友人の出るレースという感じになります。あと1分30秒かな。こんな感じで今もうタイヤオーバーも用意して、これからグリッドに向けて出発するところであります。もう一瞬の今静寂って感じですね。ほんでなかなか難易度高いですよ。 GoPro で撮りながらやったりしなきゃいけないんで。あ、小倉さんが来てくれた。小倉さん、こんにちは。チラなんかチラ今後流行りそうですね。で、ちょっとあと何分だろう。あと何分で、サーキットって、まあ、来たことない方はね、ちょっとあんまり知らないかもしれないですけど、こんな感じでついてたりするんですよ。こういうところに結果出たりしますんで、こういうのを見ながらね、ちょっとお話していければなと思います。次の決勝レースは、15時20分コースインって書いてありますので、あと、ほんと1分ぐらいでもコースイン、あと1分でコースインですね。あ、ちょうどあそこ出てんだ。いや、それはスタート前終わったから勝つ。スタート前なんで、私はレースに出るんですかって質問いただいてます。出てましたが正解かな。ちょっと病気になっちゃって出れなくなっちゃった。出たい気満々ですけど、はい、今ちょうどバイクがチェックが終わりました。4名選手です。4名選手に今一度大きな拍手をお願いいたします。以上でナショナルJ3 1000クラスの男性表彰式を終了させていただきます。これ、ホンダの CBR600 ですね。原式はちょっと違うけど、レースベース車ってやつですね。実は香りボコボコになったりしますけど、もうスタート本当すぐです。もう行く？もうすぐ出ますという感じです。彼らも動画撮ってるんでね、後で動画くれるそうなんで。
山ちゃんじゃあこれお願いします。そうですね、そんな感じでいろいろやってきますんで、で、カメラ、彼らのバイクにも動画ついてますんで、後でちょっとそれを提供してもらって、私の動画に入れてね、あの記念にせっかく、チャンピオン取ったり国際ライダー決まったんで記念動画みたいな形で私が作っていこうかなと思っております。なんで一人じゃちょっと撮れないんで、山ちゃんが裏でGoPro 僕の回してくれたりとかしながら頑張っていきますんで、はい、行きます。スターティンググリッド行きます。やばい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 、今スターティンググリッドの道中ですね。やばい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 、もう結構ね気温が結構ね気温がもう下がってきましたね今。気温22度でもう日陰になったりとか結構夕暮れなんで、意外とね路面温度が下がってるかもしれないな。この感じだと山ちゃんちゃんと撮ってくれてますよね。山ちゃん生放送してる僕を撮ってくれるっていう、はい、そんな感じで撮ってくれております。あんまこう普段普通の人あんま出ないよね。今回グリッドとしてはグリッドとしてはですね、3番グリッドと7番グリッドかな、3番グリッドで、国内ライセンスの人と国内ライセンスの人と国際ライセンスの人と今回は混走なので、友人は国内で、ポール1番それからあと5番かな、ちょっと転んじゃったりしてる動画も撮れてるみたいなんで、後でもらってそれは私のチャンネルでやっていこうかなと思います。もうすぐ回ってくるかな多分。まあ向こう向けせっかく来たからこういったこの坂から上がってくるのはかっこいいですから。今サイティングラップって言ってスタート前に1周回ってくる状態ですね。向こうのダンロップの方から回ってきてます。ちょっと拡大すると画像悪くなっちゃうのでこの前にしますけど、坂をねブワーッと上がっていくとこかっこいいわけですよやっぱ。はい、ということで今あと何分かな、あと5分ぐらい多分でいよいよスタートという感じです。あんま邪魔しちゃいけないんであれですけど、最終準備です。ここはもう目の前、スターティング、これなんつうんだ、お姉さんが来たここゴールラインです。でここ仲間1台、あと向こうも1台ですね。あんな感じです。17番、いやちょっと日が暮れてきてね、あのバイクが綺麗ですね。で後から出てるんじゃないですか、こんなのもお母さん、お姉さんインタビューちょっときついですね。レース自体は12周なんで、もう本当あと30分以内で終わっちゃいますね。16時前ですね今、いよいよあれですね、ライダーの説明です。全然写真がね撮れないっていう感じなんですよ。残念ながらお姉さんいませんよ我々チーム頑張っております。後でちょっとインタビューしますけど、緊張してきた、緊張してきた、うん、大丈夫、やるだけで、うん、最終戦だしな、転ばねえように気をつけて、こっちはこっちであのちゃんと動画放送する、これ生放送頑張りますね。シャンパバイト見たいからちょっと転ばないで、もう一名、彼は、優勝しないとチャンピオンないですね。こっちが実は、まあ、後ろのグリッドよりこっちの方がね今
トップなんですよ。ただちょっと今日予選で転んでしまったんで、その動画はまた後でお届けできればと思いますけど、頑張って。ありがとうございます。シャンパンファイトを期待してるから、もう全部抜いちゃえ。期待しててください。ああ、ちょっと予選で転んじゃったけど、バイクねピカピカだしね、カウル新品だし、ね、カウルは新品って。あ、じゃあ私退散しなきゃいけないで、頑張って。さあ、いよいよ始まります。あと3分、ここね、あと3分です。じゃあ我々は、まあ、ただ遊びに来てるだけみたいなので、もう今このタイミングはね、もう笠持ちさんとあれしか写真撮ってないや俺。全然写真撮ってない、やべえな。行きましょう。そう、出ないと怒られちゃう。仲いいな、羨ましいところ。そうですね、あの2人ね、僕がレース始めた頃に 1,2 年経ってから彼らが来て、ホンダの社内チームの人たちなんですよ。ホンダの人たちみんなで、まあ、古くからの友人にね、今度来た新入部員なんでよろしくお願いしますなんつって紹介されて、で、まあ、彼らが本当1年目から走ってる時から仲良くしてて、まあ、僕がレース出れなくなって、でその後彼らはまあ順調に来て、今年国際ライダーになったという感じでございます。まあ、あと3分で今からピットに戻ってね、ピットで観戦しながらで、スタートしたらあのウォールの方に行けるんで、ちょっと向き変えましょうか。スタート前はね、こう行っちゃいけないんですよ、こっちは。これピットウォールって言うんだけど、スタートするときはダメ、邪魔するやつがいるから。なんでここで見ながら、スタートしたらね、さっきのピットウォールに行けるんで、ちょっとスタートして1周目ってみんなすごい距離来るから、そこちょっとお届けしたいなと思います。で、ちょっとまあ名前とかはね、まあまああれなんだけど、まあ来年は、ちょっと来年の話はまたしましょうか、後でね。なんというレースですかっていただきましたけど、ST600 っていう 600cc のカテゴリーのレースですね。で、これは地方選手権といって、スゴーだけでやってるレース。スゴーの中で年間4000、5000を争ってやるレースです。で、ST600 っていう 600cc のホンダだったら CBR600、ヤマハ YZF-R1、R6、6R か。で、川崎は ZX6R とかっていうような感じですね。で、そのレースでやっているレースです。で、年間で上位に来るとチャンピオンになれるという感じです。いよいよですね。まあ、まだスタートじゃないです。この後一周サイキングラップっていうのがありますんで、一周出てって、それからスタートです。ここはちょっと今入れないので、ここからお届けするしかないので、この、カメラで、ね、お届けします。いいよ、そこ。あ、まあ、どうせあいつらのカメラで撮るから、それ乗っけて、ほどほどでいいの。あ、いいね。そこダメだって言いました。撮れないでしょ。これちゃんと上げて押さないと。あ、それ触れば、まだ触れば。はい、今出ました。今、サイティングラップに出てきました。一瞬、今、静寂に包まれております。今、回ってますね。画面下って見えないかな。ちょっと拡大しようか、絵が汚いんで。これが見やすい、僕の手ぶれで回ってます。ランキングのそのリアルな情報とかも多分言うと思うんですけど、場内アナウンスで聞こえない、僕らには。もうすぐですね、もうすぐスタートです。この刻々と多分あのチャンピオン争いが、ね、どうなるのかって行方もありつつ、しかもチーム内で戦ってるっていう最高にあの我々としては面白い展開なので、今後どうなっていくのかなと思いますけど、今、回ってまだ最終じゃないかな。この後左に曲がって試験員左行って右に大きく回るか。そうですね、あそこで右に大きく曲がって試験行って最終コーナーですね。あ、もうちょっとあるの。そこの先試験ですよね。あ、そうそう、試験回ってここから最終コーナーで、ものすごい登ります、ここのコースは。あのね、ほんと丘に向かって駆け上がってくようなイメージです。あ、これ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 、あのダウンロップの向こう側が今我々のいるホームストレートです。今ホームストレートでみんな帰ってきます。そうですよね、今音が近づいてきたの分かりますか。だんだん聞こえてるでしょ。今ここ通過します。目の前です。
ますよ。はい、上がってきました。この後赤い旗を持った人が後ろにいるね、青い旗を持った人がまず真ん中に出てきます。で、青い旗オールグリーンになったら赤い旗を持った人が下がっていよいよスタートです。はい、で赤い人が下がったらスタートです。いよいよです。画面変わっちゃった。どうなってんだよ画面そこで変えんな、バカ。わかんねえじゃねえか、スタート。あ、大丈夫か、大丈夫だ。あ、でも結構出遅れたな、あいつ出遅れちゃった。いやいや、あ、4番手ですね。4番手、5番手かな。4番手、5番手で今4コーナーまで回りましたね。岡崎くんが4番手です。しんちゃん5ですね。この前人しんちゃんがチャンピオンかな。え、いやいや、あの、あれ、ナショナルだけ見ればいいんだ。上の2台は気にしないで。そう、だから1つ上げたんですよ、ポジション。あ、このままだと岡崎くんが下がった見ちゃダメだ。優勝しないとあれはダメだ。はい、ちょっとホームストレート行きましょうか、せっかくだから。大忙しだね。大忙しなんですけど、今からちょっとホームストレートみたいな。4位以降はノーポイントっつってるけど、ってことはしんちゃんは3位までには入らないと、岡崎くんが優勝するとちょっとチャンピオンないかもしれないね。はい、ちょっと今からもうすぐ来るんで、ちょっとカメラ変えますよ。ホームストレート来ます。一気に駆け合ってきますね。音が聞こえてきた。今最終回った、来るぞ。早いな、600でも十分早いよ、やっぱ。いや、やっぱ早いな、早いわ。またちょっとホームストレート行ったら行きますけど、だんだんね、次の週から差開いてきますから。あれ、ピット、あ、びっくりした、入ってきたかと思った。セーフティーかなった、誰が入ってきたかと思っちゃった。はいはいはい。で、優勝争いって意味で言うと、そうだね、今友人は2位5位だね。2位5位だね。ちょっと最初の1台が早いんだけど、追いつけるのかな、あいつ。あれ、追いつけるかな。もうね、ちょっとトップがもう独走してるんですよ、1周で。で、あの人どうやら全日本とか出てもかなりもう10位ぐらい来る人みたいなんで、相当早いんで、そこはいい、もう。で、友人が、俺の顔でもしょうがないな。友人が今2位3位4位ですね。団子になってるから、あそこで抜いたんじゃない。でも、あ、1台独走だ。あ、そうかそうかそうか。だから、あ、でも抜いてるよね、あれ。インター抜いてるよね、インターね。国際の1台抜いたんで、もう1台前にいるやつを抜けば優勝。3台目です。あ、1台いるから、そうですね。あの前の白いタブのやつ抜かないと、ダメか。しんちゃんが調子が上がってこないね。あれ、早いな。タイム何秒出てんの。一瞬目で6秒とか出るんじゃ意味わかんないんだけど。どう、岡崎くんは。いやー、ちょっと様子見ろよ。転ぶなよ転ぶなよ、頼むぞ。いい映画撮りてんだ俺は走れんだから。今、あ、もうちょい、こっちでタイムボード見ると、何秒差だ、ギャップ1秒か。いっちゃ、コンマ7秒、コンマ7秒だ。いけるいける。スピード、しんちゃんが一番速いの。どこですか。238キロ。どこの速いですか。あれ、トップスピードだ。あ、本当、いや、あ、本当だ。でも一番トップと242キロってありますけど、それはインターインターはちょっとな。 CBR600 でトップスピードが242キロってこれ出てる。3になったら243。え、あ、本当は速いキロメーター H ってこれ最高時速ですね。で、どこだ、仕掛け
ってないかもな。先進シーンはねもっと早いです。これ600なんで、あでも差が開いてんな。このまま行くとちょっとごめん、どっちがチャンピオンか分かんなくなるな。分からない。これはお前、前ミスった、前ミスった、ブルッとやった、ストレートいけるか、スリップ入ってんだ、入ってるか、スリップ入ってる、あ抜けるじゃねえか、あれスリップ入ってんだ、いた、仕掛け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 た、抜いた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 、あ抜いた、よし行け、そのまま抜いた抜いた、よし、うるせえって話だよ、ごめんなさいね皆さん。抜いた、このままいけば優勝だ、頑張れ。次はちょっとホームスルードで応援するか、せっかく抜いたから。今順位で言うと、ちょっとこっち分かりづらいんですけど、国際ライダーと国内ライダーとこれ同時に走ってるんですよ。で国際ライダーが2台今ぶっちぎってはいないけど、1台がぶっちぎってて1台前にいますね。でその次、あれでもあいつ狙ってんな、国際ライダー狙ってんだろ、あれあれでもスリップ入ってるの、あれ狙ってるな、あれ、うん、もうあれがの距離だとスリップストリーム効いてくるから、ホームストレートで仕掛けれるんじゃない、あれだったら。頼む、1コーナーでシャーとかやめてほしいんだけど。ちょっとまたストレート戻ります。ストレートいきます。あれは、仕掛けられる距離だと思う。あれ多分スリップストリーム効いてくる、あれがの距離だったら。よし、危ない、ちょっとカメラ切り替えます。興奮して声がでかくてごめんなさい。面白いんだよ見てる方は。よいしょ、はい、トップの人、速い人来ます。あ、来た、この後だ、どっち前だ、あれいないけど、あれいないんだけど、あミスったな、どっかで、あいつどっかでミスって2台抜かれたね。あー出た、転んでないだけいいけど、ミスったぞあいつ、大丈夫かな、ミスった、どっかでちょっとミスったみたいで、順位がね落ちたな。コンマ6秒だからもう一回仕掛けるだろう。でもやっぱ国際ライダーに仕掛けて失敗したっぽいな。今ラップ4なんで、これ15周、まだ11周ある。ちょっとカメラ切り替えます。トップ、これも独走、多分この後カメラ映さないでしょ、この人ものすごい差だ、もう 6.5 秒、4周で 6.5 秒。あの人もあれだね、スゴースペシャルって感じだからね、差が追っかけてこねえの、見えない、他そこいいよ、もうもういい、それは見てても面白くない。こういう状態になっちゃうと、もうあとタイムボードを追うしかなくてですね、ちょっとカメラは考えてほしいな。まあテレビの中継じゃないからしょうがないんだけど、全く出てこないの後ろが、すんげえ速いな。タイムでいうとみんな37秒とか走ってるのに、一人で35秒走ってる。この後近い近い、あれどうなった、あ抜いた抜いた、また抜いた、あの一周しくったと思いきや抜いた、ほんま3秒、ちょっとまだどうなるか分かんない。今、あでも結構差開いたね。あのまま行ってくれれば、あのシャンパンファイトが見えて楽しい感じなんですけど、でもしんちゃんが5位だから多分ノーポイントなんで、このまま行くと岡崎くんがチャンピオンだな。逆転、いや結構ですよ、前5秒、 5.5 秒ですね。こんな差つくことであんまないんですよ。突破してる人が本当日本でも、まあ、10本20本の指に入るぐらい速い子が人なんか走ってるので、ちょっとまあ、 かなり差が開いてますね。で後ろもついてきてるね、あれあれナショナル、いやいや抜いたんだけど、後ろの人も結構差がコンマちょっと抜きつ抜かれつになるかもしれないな。ミスんなきゃいいんだけど、
赤い、今ちょっとごめんなさい、見てる人には分かんないけど、今言ってるこの赤いのは富士です。で白いのと今争ってます。ここで優勝争い、あ、国内ライセンスの人なんで、今赤いカウルの友人を全力で応援してるところ来るな、ホームストレート。あ、もう遅いわ、次の週ついつい見入って間に合わない。しんちゃんがちょっとあんま調子上がってこないね。やっぱ予選でこけちゃったのもあって、もう一人の方の、まあ、チャンピオン、トップ争いのランキングトップの子がちょっとあんま調子が上がってきてないですね。すんごい差だな。何秒、10秒5 6周で10秒5でしょ。これだからあと9周あるから30秒ぐらい差になるよ。もうだってバックすると1本分見えないもん、ね、すんげえ差だよこれ。レベルが違う。ちょっと本当全日本のトップレベルの選手と、まあ、我々みたいなのがね、走るとこれぐらい差が開くってことですね。わずか15周のレースに。そう、だって他の映像がつまらない見てて一台しか映んないから。で、あの人が、今最終回ってくるんで、そろそろ行くと見えるかな。ちょっと、私のカメラに切り替えて行ってみましょうか。来るぞ、よいしょ。抜かれたね。1コーナーで刺された。今1コーナーでスリップ使って抜かれたでしょ。1コーナーで行かれましたね。今疲れちった。何秒差、今ぴったりくっついてる。あれ1台リタイアした。なんとか優勝するとこ見たいな。頑張れ。1人リタイアしたからしんちゃんが繰り上がって4位じゃない今。あ、抜いたのか。このままだとしんちゃんがチャンピオンかもしれない。4位だからポイントゲットになるはずなんで。わ、微妙、どっちなんだろうチャンピオン。あ、でも少なくともあれ、今トップ争いしてるあの2台ね、白と赤の差が開きたな。優勝しないとない、目はもう多分。だからあの白いの抜いてしんちゃんがないかって話だから。いけ、頑張れ、負けんな。また来るな。ちょっとでも今のだとバックストレートで、バックストレートで今でもスリップ入ってなかったです。さあ開いちゃったでしょ。 1.5 秒ぐらいある。あれ何秒になってます。 1.1 秒、ちょっと差が開いてきちゃったね。あ、ちょっと今疲れてるかもしれない疲れてるかもしれない。前の人がちょっと疲れてくれるといいんだけど。で、しんちゃんは前が3秒、岡崎くんが 1.1 秒。際どい、どっちがこれはチャンピオン取っても今わからない。もう本当にちょうど半分今終わりましたね。8周終了、どうなっていくんでしょうか。ドキドキです。我々もどっちも知ってるだけにやべえ、ちょっと疲れてんこれ、喉乾いちった叫びすぎてごめんよ。今日はね、今日はいつものプレミアムボスもあるんだけど、今日麦茶です。ちょっと麦茶飲んで休憩していい。疲れちった、よいしょ。こんな感じで今です。質問答えるのは、質問していただけるなら今です。よいしょ。あ、
詰まってますね、差が。落ちてきた、落ちてきた。天気はね、いいですよ。天気はいい、今日は。朝ね、霧が出てて、ちょっと一時走行が中止したりとか、予選が中断したりしたみたいなんですけど、天気はいいですね。600のレーサーって馬力でどれぐらい出るんですかって言って、ね、ちょっと俺分かんないけど100馬力は出てると思いますよ。ねえ、あれ CBR って何馬力ぐらい出てるの？120馬力120ぐらい出てるみたい。レーサーなんで海外仕様のやつを元に速くしているんで120馬力ぐらい出てるみたいですね。小倉さんいたから、小倉さん勝手に俺がモデレーターにしちゃった。で、今は差が1秒縮んできたな。ちょっと今あのレースじゃ小康状態ですね。やっぱ長いんで15周選手権でちょっと15周って長めのレースなんで、やっぱりちょっとこう力加減調整したりしないと。あのただプロの MotoGP とかと違って、もうあの1レースでタイヤが完全に終わっちゃうとか、そういう状態にはなりません。最後ちょっと垂れてくるかもしれないけど、あの新品タイヤを入れて予選決勝1本でやりますという感じです。お友達さんはこのままいけば優勝なんですか？今ね、優勝、あ関係ないか、優勝争いをしてますですね。今1秒差で、1位と2位争ってます。でその人が優勝しても、もう一人の友人2人走ってるうちの片方がトップなんだけど、ちょっと、ね、話がややこしい。チャンピオン争いとこのレースの優勝争いってのがあって、このレースの優勝争いをしている子が1人と、チャンピオン争いをそのもう一人の友人と今優勝争いをしている2人にしてますという感じです。その2人の順位によってどっちが今年の年間チャンピオンになるかがちょっとわからないでしょう。ちょっと雰囲気だけで見る と, あーんと今、うん、そうね、優勝争いをしてますね。1秒以内でミスったのでもトップの人でしょ。ちょっとトップの人がオーバーランしたぐらい。あと10周、あと5周か。これどっちがどっちなんだろう。これね、ものすごいドキドキなんですよ。今おっしゃる通り、優勝争いと年間チャンピオン争いが同時にあの並行して進んでるんで、このレースの結果 で両方ね仲良くしてる私としてはもう興奮冷めやらぬ状態、もうずっと興奮状態。そろそろまたホームストレート行こうかな、来るから。ちょっとまたストレート行きます。あと泣いてもらっても4ラップ。速い人ね、マシン別物じゃないです。同じの 600cc のやつですね。でレギュレーションは同じレースなんで一緒ですね。そんだけライダーが速い人。あそこも、いや行かれたんじゃねえの、行ったか。あ、いや大丈夫だ、大丈夫。あ、これ微妙だな、ダメだわ、これどっちが年間チャンピオンか分かんない情勢。すげえ興奮する。どっちだ、ちょっと、え、あ、追いついてきた。あいついよいよちょっと休憩してスパートかけたんじゃない。あ、来たな、来た来た、俺の顔見せる。ごめんごめん、こっちこっち。かなり、優勝争いが接戦です。これバックストレートでスイープ入ってホームストレートで1コーナー行くかもしれない。ちょっとでも、うん、ストレートが速い、前のバイクの方が。前のバイクの方がストレートが速いんだけど、この後右右、この後試験員、試験員入って
ね、あの昇降状態1秒、まあほぼ1秒、あ今ミスった、結構差開いちゃったな、やっぱストレートくると差開いちゃう、これね、あれすんげえ差開いたけど、水着ましたよね、試験で。試験でちょっとミスったかな、しんちゃん抜かれちゃったね、5位、2位、5位だとどっちがチャンピオンかわかんねえ、もう。でも岡崎くん2位だったら、ギリギリどっちが上行くかわかんねえ。どっちだ？あと3ラップ。ただどっちかがチャンピオンなら多分間違いないと思うんで、ただどっちなんだっていうところ。難しい。タイムがあんま良くないな、岡崎君は。詰まって、この辺で詰まるんだけど、試験でね。ケインでどうも、あ、でもこれ詰まってんな、行くか、あ、行けるかな、ちょっと行こうか、ちょっとストレート、ストレート行くぞ、ストレート、あー、だから結構差がある、かなり、え、転んだ、お、マジかよ、お、あー転んでる、あーマジか、ダメだ、2コーナー、1コーナーかなり差ついたな、近づいたなと思ったら、え、あー、いや、すんげー近づいたなと思ったんだよ今、相当だからスリップついて頑張って突っ込みで、ね、ダメだったんだ、あー、リタイア、リタイアですね、これはリタイアだな、怪我はね、大丈夫、してなかった、もう立って普通にバイク起こしてたから一生懸命、あれはもう怪我してない、本当にやばかったら動けないんで、あれぐらいだったら大丈夫ですね、今のは、あー諦めちゃった、そうするとでもしんちゃんが繰り上げで今3位争いになるんじゃない、そうだよね多分、もう今ファイナルラップなんで、あれ78ってダンボ、あ、カイロンか、え、しんちゃん下ですね、争ってたやつだ、だからしんちゃんは、いや、しんちゃんは4位のまんまだよ多分、いや、でも岡崎くんが転んでるから、あのしんちゃんがチャンピオンは多分決定だと思う、うん、チャンピオンは決まったんだけど、多分しんちゃんがチャンピオン、あ、上がった、3位になった、いや、でもあれ転んでるだけでもチャンピオンなんですよ多分、岡崎くんはゼロポイント、一応、もともとトップ争いをしてた子は転んでしまいましたけど、年間チャンピオン争いトップだった子がこのままいくと3位表彰台でチャンピオンということになりそうですね、うん、多分、いや、優勝するとこ見たかったな、いや、悔しいな、マジで、いや、ちょっと泣きそう、俺がいる、くそー、マジかよ、マジかよなあ、もう、いや、今チェッカー出ましたね、ゴールです、しんちゃんのおめでとうしないとな、チャンピオンだろ一応、帰ってきます、チャンピオンね、一応年間チャンピオン、この次ぐらいかな多分、
これでですねゴールすれば須郷の、今年 ST600 挑戦試験年間チャンピオン決まりということになると思います。無事に帰ってくること願うだけ。こっち来い。あれゴールだって気づいてないんじゃないかチェッカーだって気づいてないんじゃないか結構本気で走っていってたよな今ねえ結構前回言ってたけどもうちょっとさっちアピールするとかねえのかよなちんちゃん3位ですよね。でも一応ね優勝争いした方が残念なく転んでしまいましたけど年間チャンピオン争いした方はそのまま3位でフィニッシュなんで表彰台で年間チャンピオン決定ということにどうやらなりそうですね。この感じだといやーすごかったな。すごかった。いやー盛り上がったよ。そうだね3位だよね。じゃあ表彰台いきますか。えいやあれだってドナドナされてくるまで待つしかないですよ。いやーちょっとね大変でしたね。いやーちょっと俺泣きそうになっちゃいました。また先々週もモテギであんな感じだったんでエンジンかかんなくてねちょっと生放送しなかったんですけど、いやーねえ本当レースはやっぱ難しいな。あんな順調だったのに。ほんとあ3週いやー3週だもんな。はい暫定順位です。僕優勝してないから僕は嬉しいけど僕はこのレース出てないんでね。あ、写真に落とせたら大変だな。はい、じゃあ表彰台行きましょうか。表彰台でシャンパンファイトするところをちょっと皆さんにお届けしたいなと思います。3位ですからね年間チャンピオン決まったのの報告もそこで あると思いますきっと。ちょっと表彰好きよね。ちょっと私がそこで喋れるかどうか思うんですけどやっぱね、レース楽しんだわ。今通ってたのが早い人です、ね、めちゃくちゃぶっちぎり。もう全然、もう今帰ってこねえもん、他のみんな。はい、今、ピットきます。いやー、ほんと残念だった、マジで。次行くんじゃん。もう一個ぐらいか。あと2台ぐらい。来た。帰ってきました。あれ2人とも帰ってきた。でも自走で帰ってきた。じゃあ表彰式いきます、ね、持ってまいりました。えい、ちょっと正式結果を待つ感じで、まあ、暫定ですけど。一人こけで頑張ったと思うな、やっぱり。ティラボチャンネルです。ティラボチャンネルですけど、おはようございます。3位表彰台もでございます。ありがとうございます。一応チャンピオン決定かな、多分。そうですね、シリーズちょっと表彰式楽しみです。皆さんも後でまたちょっとインタビューを取りますので、
ゃあ表彰式やりますんで、ちょっと後ろからこっちから見ようと。それでは表彰台を獲得された選手をお呼びいたしましょう。こっちからちょっと表彰式を皆さん大きな拍手でお迎えください。後でね、写真なんかも一緒に撮ってもらって。インターエスティ600クラスの優勝は石鹸ナンバー99番 RD 森の熊さん佐藤塾 &L8 ちょっとここはあれかな、人も映りますんで許可もらってるわけじゃないんで私の方に向けてます。友人が出てないの撮るのはちょっとあれなのかもしれないんで、山ちゃんちょっと感動的でしたね。ん？ん？感動的でしたね。いやでもこけちゃうな、やっちゃったな。とりあえずインターの表彰式だからちょっとここ初めに選手にはカップが贈られます。プレゼンターはスゴレースクイーンの鈴木花でございます。おめでとうございます。続いて株式会社ブリヒストン様よりちょっとせっかくですから走ってきたバッグをちょっと皆さんに見せしようかな。それでは優勝の渡辺裕樹選手には上の方は甘い裏の方ちょっとこんな感じでさっき軽いボコボコに転んでなったんですけど、よく見るとはい皆さんここはいこれこう華麗に実はこれガムテープですか。それでは写真撮影に参ります。カップをお持ちいただき宝だと上げていただきますようお願いいたします。タイヤはこんな感じですね。まあまあシャンシャンのレースのタイヤなんで、ありがとうございました。続いてシャンパンファイトです。一人しかもレースクイーンにシャンパンが贈られます。シャンパンで何もなくなっちゃう。それではシャンパンファイトです。皆さん大きな拍手でお送りください。ポケダン良かった、ポケダン頑張った。そうですね、こっちもいいの、ポケたから無理しないようにして。あ、そうね、一気に行かないからあれ大丈夫かとかいろいろさドキドキだったんだけどさ、セッティングを変えちゃったんで。あ、そうセント第1位シンタンバー99番 RD 森の熊さん。あ、チャンピオン狙い、そう重要。俺はそういう走りが好きです。我慢のレース、あ、そう我慢のレースでも取れりゃいいんだよ、チャンピオン。以上でインターティー600クラスの男性表彰式を、はい、じゃあいよいよ彼の表彰式もあるんでちょっとポジションを変えます。向こうだ、あのこれからどこ見える、大丈夫、3位だもん、これでも見える、大丈夫。JSB 線クラスで JSB 線クラスの車両保管解除となります。JSB 線クラスの車両保管解除となります。続きまして、男性の男性表彰式を行います。プレゼンターはごとに引き続きまして鈴木角でございます。それでは表彰台を獲得された3選手をお呼びいたします。失礼いたしました、4選手をお呼びいたしましょう。皆さん大きな拍手でお出迎えください。ナショナル ST600 クラス優勝は絶景ナンバー89番バレージェード8プラス KKR 鈴木貴翔選手。第2位は絶景ナンバー71番姿レーシングファミリー川田健人選手。第3位は絶景ナンバー17番ホンダ工業会ドリームレーシングチーム竹原金之助選手。第4位は絶景ナンバー8番スバイレーシングクラブ軽部ラスクル選手です。初めに選手にはカップが贈られます。プレゼンターはスゴーエースクイーンの鈴木からでございます。おめでとうございます。ちょっとあんま私は喋らないです。すみません。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて株式会社ブリヒストン様よりブリヒストン賞が贈られます。それでは優勝の鈴木翔選手には。レーシング R10 前後ワンセットが贈られます。おめでとうございます。ここで写真撮影に参ります。あのカップでもらえないんですね、飾りです。あれとは別です、本当にもらえるやつ。高々と上げていただきますようお願いいたします。ありがとうございました。続いてシャンパンファイトです。各
選手には離れた、離れた。ちょっと離れるんですよ。ちょっと離れるんですよ。全員がお揃いになってからシャンパンでファイトしていただきましょう。シャンパンで殴り合うってことです。痛いでしょ。ドカンガシャンとか、はい、それではシャンパンファイトです。皆さん大きな拍手をお送りください。うぃー、あやべやべ、勝った勝った勝った。お、そう、ここ見て、ここ来た、ここ来た、風に乗って。それでは改めて選手をご紹介いたしましょう。ナショナル ST600S の入賞選手をご紹介いたします。第1位ゼッケンナンバー89番カレージ M8 KKR 鈴木貴翔選手。第2位ゼッケンナンバー71番岩田レーシングファミリー川田健人選手。第3位はゼッケンナンバー17番ホンダ工業会ドリームレーシングチーム竹原慎之介選手。第4位はゼッケンナンバー8番チームスバイレーシングクラブ軽部ヤステル選手です。表彰台の選手に毎一度大きな拍手をお願いいたします。以上でナショナル ST600 クラスの暫定表彰式を終了させていただきます。ありがとうございました。ココさん飲んじゃうんですね。実はね、あれね、あれね、実はね、シャンパンファイトのシャンパンね、偽物なんで。あれね、昔はお酒屋さんみたいなんですけど、最近は飲酒運転とかうるさいんで、みんな車乗って帰るじゃないですか。だからあれ偽物です。あのシャンベリーです、実は。だジュースなんですよね、中で。最近は形だけシャンパンっていうのがほとんどです、サーキット上は。でこの後バイクの方は、一応入賞しましたんで車両保管ですね。車両保管入っちゃいますね。いや、このまま返してくんないですね。車両保管入っちゃったんですよ。え、ハンドル締め付けが甘かった、ちょっと甘かったかもしれない。オーディションですあれ、なんかインに入ってくるぞハンドルチャンピオンの案内はないんだね、全然。この後選手結果出てから、やっぱりもう全部トータルで、はい、あの集計されてからなんで。あ、そうね、ちゃんと最後の最後、はい、でもこの前でチャンピオンでしょ、間違いない。そうです、生産上で。あれ、あの突然バイクにランク制つけたりもできるんで、ランク制つけるっていうのは要はランク制つける時間は決まってます。あ、そうだね、そうだね、いつでもじゃないよね、はい、音量のチェックがあったりとか今からされるんですよ、ちゃんと。何でもさっきとってありなわけじゃないんで。ちょ、これシャンベリーでしょ今日。そうですね。今ね、なんでいいんですか飲んでとか言ってるんですけど、ジュースです。これジュースですから。僕も何回も飲んでますけど、お酒ないですから。これちょっと見せて、ちゃんとみんなに見せると思います。どこか書いてあるよな。はい、ここ、はい、ここ、あ、ここだよね、ここだよね、はい、見えるかな。ここにあの果汁ぶどうとかで炭酸飲料ですから、ね、アルコールじゃないから通常最近もサーキットはね、あのお酒配らないです。でこんな感じで今から、ね、音量測定されます。でこの中確か車両車検の中は写真とか撮っちゃいけないんで、ここまでしか見せられないんですけど、ね、ピークのパワーの半分の回転数で、音量が何デシベル以下みたいなルールがあるんですよ。それを守ってないとダメです。なんでこれも今からコツとしてはね、エンジンかけて温めておいた方が音量低いって。あ、落ちることも基本的に落ちることはないはずですね。そんな落ちてたらあのシャレにならないというか、そんなことで落ちてるようでレースにならないんで、ちゃんとルールは守ってやるのがレースですからね、はい、ということで、3位で一応、あれどこ行った、ライダーは戻った、はい、戻った。あ、戻ったか。じゃあ戻ろうか。あのもう一人転んじゃった、もう優勝争いした彼もね、多分相当へこんでると思うんで、ちょっと励ましてライブ配信終わりにすっか。そこまでしてちょっとライブ配信終わりねえ。あ、運ばれてきた、ボコボコバイク来たみたいなんで、ちょっと転ぶとどれぐらいボコボコになるのかもね、ちょっとお見せしたいなと思いますけど、ドナドナされてきたモーターサイクルはどうかなと。うわー、へこたれてんな、もう見た感じでもうお葬式みたいになってる。わー、結構な、お疲れ、やっちゃったな。どうもじゃどうもじゃねえ、べっこいこだもん。あー、カウルシャシャイだね。あれ1コーナーいい、喋って一緒に
突っ込みすぎた。いや1コーナーで外から行って、うん、3コーナーでインつけるラインで行こうと思ったんですけど、うん、意外と1コーナーの外のラインが残ってなくて、うん、ちょっと飛び出ちゃったキュッてやったのか、うん、飛び出そうになってもっと倒したのか分かんないですけど、そのままザーっていっちゃった、うん、気づいたら横向きになっ て、これはまずいこれはまずいいやそこでたまたまあの人見てたんだよ、はい、それグーって近づいたから、あ仕掛けるのかと思ったらダメだったんで、あ突っ込みすぎて転んだのかなと思った。突っ込めないかなと思って、うん、あれ外から行ってで切り返してこう戻ってこようと思ったら2コーナーの外で、うん、そのまま3コーナーが遅いんで、うん、その3コーナーの時にインに入れるラインにしたんですけど、ちょっとダメだ、曲がりきれなかった最終戦は2セントモノポイントでしたすいませんね、スゴまで応援しに行く。いやいやいや全然いいよ、それがレースだからさ残念だなあ。俺は本当に泣きそうになっちゃったよ2週続けてだったから2週じゃねえけどさ、2回続けてだったから今勝てそうだったなあ。いやすげえ俺すっげえ盛り上がってうるさかったの、ここで行けおらーとかっつってはいやってんだよとかっつってさ、いや結構もう、うん、あと2周で割と理想の位置取りができたんで。そうだね、あれちょっと途中さ休んだよね。そうでもない、いやまあだから前と離れないぐらいに、うん、そこで抜いても結局ストレートで抜かれてたり、ね、早いよねあいつストレート、うん、だからその抜いて3コーナーで抜けば4コーナー5コーナーが全部遅いんで、でその後の区間が早いんですよ。だからちょっと仕掛け、それでちょっと溜めて仕掛けようと思ったんだけど、仕掛けたらこの後隊長から怒られる。隊長から怒られる隊長からお説教怒られないですか。攻めた結果なら攻めた結果、あ、そうしょうがない、嬉しいです、しょうがない、しょうがない、あれしょうがないと攻めないとお前だって2位になってたら多分後悔してたよ。そうそうそう、いやそうだ、ここは勝ちに行かなきゃ。予想以上に言ったら早かったよね、もうちょっと俺楽勝ペースなのかなと思った。あ、そうなんだ、決勝早いんですよ、だから体力勝負になるんで。15周あと2周だったから俺はいけんなと思ったんですけどこの後はだって違うもんな、この後は完全に走れなくてあれだったけど、そうそう、うん、今日は走って、今日は全力出してこれだった、まあ、しょうがない、これもレースまた来年また応援来るから、まあ、バリバリ放送されてるライブなんです、ね、うん、20数人見てくれてみんなお疲れ様でした、怪我なくてよかったっつって怪我はないですまあまあおいおいね紹介したりとかしながら、はい、で、今日のはあとおめでとうぐらい言うか。一応ボスも出ますか、ちょっとだけボスは出たくないそうなんでボスはちょっと出してくれるんだと。あれ当の本人はどこ行ったの、おめでとう言いたいんだけど。あ、行った、着替えてる、じゃあ最後にちょっと、はい、サインおめでとうございます。着替えてるところに勝手に、あ、やっぱりパンツ大丈夫か。ありがとうございました。バリバリ生放送で映しちゃってすいません。いえいえ、ありがとうございます。この後ね、2人の転んでる動画とかちょっともらって僕持って帰って大至急編集して近日中に、これ1回ずつ転んでるからね今回ちょっと編集してお見せするのと、あとまあこうやって山ちゃんが撮ってくれて、ね、GoPro でも映像撮ってるんで、ちょっとね来季に向けての抱負とか、あの自社の、自社じゃねえや、自分のチームの宣伝なんか、一応部長さんだもんね。そうですね、来年の一応8体出てるチームなんで、来年の8体の宣伝なんか軽くしてもらって、で、あの編集して大至急記念に私が動画作ってあげますんで、皆さんよろしければぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ところで今日はこんな感じで、ここどこだっけ、宮城県か、宮城県のスポーツランドスゴーから、あのダラダラと1時間ちょっとかな、生配信でお届けさせていただきました。まあちょっと残念だったり嬉しかった、チャンピオン取ったり、お前も来いよちょっとせっかくもう、はい、出ちゃったんだからいいじゃん、出ちゃえ。まあ、2人とも今年、ね、なんだっけ、国際ライダーになりましたから、来年はいろいろありますけど8体に出れる可能性がぐっと上がってるので、私も初めてちょっと8体の応援に行こうかななんて思ってたりしますので、よろしくお願いしますで、私のチャンネル見てる人もね、一緒にバイクのレース盛り上げていってほしいなと思いますので、ちょっと2人にはですね出てもらって、これからもまたやっていけばなと思います。はい、ということで今日は、はい、宮城県のスポーツランドスゴーからお届けいたしました。この動画が良かったなと思った皆さん高評価をしていってください。これからも私のチャンネル良ければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。ではバイバーイ、ありがとうございました、バイバーイ、見てください、じゃあねー。